おい。え？いらっしゃいませ。
ありがとう。いらっしゃいませ。ありがとう。Oh!
よっち。おい、ああ、こっちの番だな。せやくわうれてやうっさあうっおい、おう、ああ、うん、ああ、おい、早くごらんいいか。
前に話したやろ、大手事務所のオーディション。ああ、歌手デビューの夢が叶うかもって話したよな。そのオーディションが今からなんや。そうだったのか。そりゃ緊張もするな。あかん。上流、なんか気の利いたこと言って。
こういう時はうっかりしがちだ。忘れ物がないかとか、もう一度しっかり準備してから行くといい。確かに、ええこと言うやん。そうするわ。緊張する。でもそろそろオーディション会場に出発しようかな。もう言葉は必要ない。あとは本番あるのみだ。気の利いたことが思い浮かばんかっただけちゃうの？それもある。なんやそれ。まあええわ。よし、じゃあ行ってくる。上流はステイルで切符を待っといて。ああ、わかった。上流さんか。赤目の仲間か。おお、そうそう、よかった。じゃああんたで間違いないんだな。ああ、それでどうかしたのか。頼む、赤目ちゃんを助けてくれ。赤目を？何があった？前からうちと対立してる半グレグループがあってよ、そこと大喧嘩が始まっちまったんだ。それで赤目がどうした？赤目ちゃん、オーディションの予定だったのに、これ以上怪我人を出さないように話しつけるっつって敵方のアジトに乗り込んでいっちまったんだ。アジトの場所はわかるか？ああ、小福町西にある雑居ビル地下のはずだよ。わかった。あんたたちは絶対に手を出すな。赤目の思いを無駄にするなよ。もちろんだ。すまねえ上流さん、あんたの腕っぷしは赤目ちゃんから聞いてる。あんたしか頼れねえんだ。頼られるのは嫌いじゃねえ。赤目。あ、誰だてめえ。上流、オーディションはどうした？アホ言わんといて。仲間見捨てて夢追うほどうちは腐ってへんわ。バカだな、あんた。あとは任せろ。ああ、こいつか。最近ネットワークに入ったって用心棒は。耳が早いな。だが肝心な情報が抜けてるぜ。ああ、お前らは知っておくべきだった。その用心棒は怒らせちゃいけねえってな。行くぞ。ワンコーだよ。 ハリア！
かい。うちは大丈夫。それよりみんなは大丈夫だ。あ、そっか。ほっとしたわ。さ、まずは傷の手当てだ。ほんま大きにね、上流。正直ピンチやったわ。気にすんな。それより本当に良かったのか、オーディションは。オーディションなんて世の中で腐るほどやっとる。そのうちの一つがポシャっただけや。うち決めたわ。やってるオーディション片っ端から受けまくったる。うちという存在を世に知らしめたるんや。大丈夫そうだな。当たり前や。上流には助けられっぱなしやね。ああ、人使いの荒いボスだ。何言うてんの。まだまだこれからもバリバリ協力してもらうで。ネットワークの方にもな、以降目標ができたんや。ほう。蒼天堀におるホームレスの人たちが誰も食べ物も住むとこにも困らんようにする。ええ目標やろ。ふん。町中のホームレスをあんたの部下にするってことでもあるよな。大した野心家だ。当たり前や。夢はでっかく持たんとな。じゃ、改めて乾杯するが、あんたの二つの夢が叶うことを祈って。うん、乾杯。乾杯。上流、お疲れさん。あんな、はあ、それじゃあ頼むわ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。覚悟はいいか。ワインを飲むなよ。
ザゴイヤゾルエYeah!
な俺のこと睨んだな。上流、おはようさん。あ、なあ、町出るんやったら気ぃつけや。貴人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうな。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。ビジョモン橋までお持ちします。ああ、俺もすぐに向かう。お待ちしております。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろ、オンに切る。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね？西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは貴人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせて、こっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？貴人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金、豪遊のためでっか？せやけど、もう貴人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷に回してあんたをやりに来ます。いいか鶴野、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。
どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの街で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？くっそ、わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってろやないですか。ああ、指示堂のやつもそこに呼びます。カマワンでしょ？もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だったか。キャバレーグランド、ご存知で？ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのは納得だ。なるほど。頭、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早来んのにな。珍しいな。獅子堂上流俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え？嘘！ああ、すごい！今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出す。お、ほんまでか？なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同真心込めておもてなしいたします。皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へあちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いよ、上流様。頭、桐生さん、これ人目しのんで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえ、頭。ああ、せやな。もうええ、やったるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょう。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。
見つけたで、上流。派手に遊んでるそうやな。我ずいぶん舐めた真似してくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいますよ。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いっとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。まだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。気づいてきましたね。誰かこの中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺はチーとうるさいです。意外だな。ゴルフやるタイプには見えねえ。よう言われますけど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。勝負ごとには目がないもんね。いいだろう、乗ってやる。ほな自分から先打ちまっせ。兄貴ナイスショット。さすがですわ。こらすごい。さあ、打つか。しまった。
しまった。しまった。よし。しまった。よし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 、よし、こんなもんだな。くぅ、やるやないですか。まさか俺のスコア超えてくるとは。悪いな、勝ち負けにこだわりすぎるのが俺の大人げねえところだ。よう分かります。全く同感や。そしたら勝者は称えられなあきまへんな。これ受け取ってもらいます。金かけてるつもりはなかったんだがな。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっとりますんで、気持ちよう受け取ってな。ついてきます。なめとんのか。ああ、
Yeah!
らく寝てろ。ついてきますよ。時間食っちまった。行きましょうか。なあ鶴野、お前なら3000万どうやって使う？そうっすね、いっちゃん欲しい時計がちょうどそれぐらいの値段でしたわ。なるほど、時計の一点買いってのはなかなか熱いな。次の機会に参考にさせてもらおう。もうこんな機会ないでしょ。なんかありましたか？腹が減ってきたな。次はここで飯でもどうだ？お、ここに目をつけるとはお目が高い。うまいと評判の店ですわ。よっしゃ、お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります。頭、ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら今夜は汚名返上と行こうじゃんかな、鶴野。見ろよ鶴野、みんなうまそうに食ってるじゃねえか。おう、お前らそんなガッツくんやない。ごちそうは逃げたりせんで。たく、恥かかせんなや。親父に見せられへんで、こんなとこ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら初めてですわ。高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうせお前らの舌で味の違いなんぞわからんやろ。いや、でもほんまうまいっすよ。わかったわかった。どうか、ほな、また3000万作ってみんのもええかもな。頭、みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。酒もうまいぜ、鶴野。
もう一度乾杯と引くか。いや、もう何遍乾杯させるんすか。あんた、見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これ断れまへんで、頭。ええやないですか。乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら、準備はええか。えい、えい。今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。それから金の降る夜や。乾杯。乾杯。乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたもん、上流のおかげですな。ごちそうさまでした。上流、ほんまうまかったです。おきり、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたんは俺やぞ。頭下げられてちゃうやろ。まあまあ、頭、恩は着るもんや。着せるもんちゃいます。ち、わかったわかった、言うてみただけや。恵比寿屋、次はここでっか。ああ、買い物だ。町の店も潤して顔を売ってやろうじゃないか。いらっしゃいませ。ここにはスーツもあるのか。なるべく質のいいもんがいい。質のいいスーツをお求めで。でしたらうちは大阪一でございます。さあ、いかがでございましょう。おお、悪くね。ただお値段が少々張ってしまいます。よろしければご予算を伺っても。金ならあるんだ、心配いらねえと思うぜ。俺は上流ってんだ。この辺のスーツに合わせられるもんもあるか。は、はい、少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか。有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか。こちらのネクタイなどはいかがでしょう。こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう、気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。は、はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですとかい、当たり前や。けどこうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。なんだそりゃ。ああ、なんや、キリュウさん、もう遊び切ったような顔して。まだ金使い切ってませんよ。もっと無駄遣いしましょう。頭もこう言ってますんで、俺ももちろんついていきます。そうか、じゃあまあ、他にも遊べる場所があればな。行きましょう。